カーティス・ブロー、1959年8月9日生まれは、アメリカのラッパー、歌手、作詞家、レコード映画プロデューサー、b ボーイ、DJ、講演者、牧師です。彼は、最初に商業的に成功したラッパーであり、主要なレコード会社と契約した最初の人物でもあります。彼の、1980年のセルフタイトルのデビューアルバムからのシングル・ザ・ブレイクスは、最初の、認定ゴールドレコードの、ラップソングです。 彼のキャリアを通じて、彼は17枚のアルバムをリリースし、現在は牧師としても活動しています。彼は、ニューヨーク市ハーレムで育ち、CCNY シティカレッジオブニューヨークと、ニャックコリッチに通い。 コミュニケーション映画と牧師学を学びました。1979年、20歳の時、カーティス・ブローは主要なレコード会社であるマーキュリーと契約した最初のラッパーとなり、クリスマスラッピンをリリースしました。この曲は40万枚以上売れ、最初の商業的に成功したヒップホップシングルの一つとなりました。ザ・ブレックスの続編として、ザ・ブレックスは84万枚以上のコピーを売り上げました。 彼はいくつかの映画で俳優と音楽協力者としても活動し、リオン・ケネディのナイツ・オブ・ザ・シティやヒップホップ映画クラッシュ・オブ・グルーブに出演しました。カーティスは強く人種差別に反対し、アーティス・ト・ユナイテッド・アゲインスト・アパルト・ヘイト・レコード・サンシティに 積極的に参加しました。彼は、レバーレント、ジェッソ・ジャクソンのオペレーションプッシュとナショナルレインボー・コアリションとシカゴで、レバーレント、アル・シャープトンのアクション・ネットワークとニューヨーク市で働いていました。ザ・ブレイクスは、カーティス・ブローの1980年のシングルで、彼のセルフタイトルのデビューアルバムからのものです。ザ・ブレイクスは、約6分半にわたって、ブレイクまたは、その同音異義語という言葉を84回繰り返します。この曲には、6つのブレイクダウン・アウトロを含むと7つがあり、 歌詞には、ブレイク、トゥブレイク、またはブレイクスの3つの定義が使用されています。この曲は、通常、事前に録音されたファンクをサンプリングする、ヒップホップの曲とは異なり、この曲のファンクビートは、オリジナルです。ザ・ドゥービー・ブラザーズのロングトレイン・ランニングをサンプリングしたという噂に反しています。この曲はいくつかのゲームでも使用されています。 この曲は他のアーティストによってサンプリングされ、その背景のビートは、オーガナイズドライムの曲チェックジオーアールや2005年のレゲトンシングルシャカロンマカロネルチョンボーで使用されています。女性ラップグループのナダヌクは、 1997年のアルバムワールドワイドでカーティス・ブローと共にこの曲をリメイクしました。またカーティス・ブローはエースキルズとクラフティクッズのアルバムトリッカ・テクノロジーでこの曲を再録音しました。この曲で演奏しているベーシストトム・ティー・ボーン・ウォーク。1951年12月24日、2010年2月28日はアメリカのミュージシャンで音楽デュオのダリル・ホールジョン・オーズのベーシストであり、またサタデー・ナイト・ライブのハウスバンドのメンバーでもありました。 ウォークはニューヨーク州ヨンカーズで生まれ育ちました。12歳の時には州のアコーディオンチャンピオンでしたが、エド・サリバンの番組でビートルズを見て、ベースとギターに転校しました。ベースはジェームズ・ジャマーソンとポール・マッカートニーの影響を受けました。彼はルーズベルト高校に通いました。クーパー・ユニオンで美術を学んだものの、彼の若い頃のほとんどはバーのバンドで演奏して過ごしました。そこで彼は初めてギタリストのジョージ・エドワード、 スミスと出会いましたスミスは、ソロ中に彼のベースを頭の後ろで演奏したことから、彼にティーボーンというニックネームをつけました。これはブルースギタリストのティーボーンウォーカーに由来しています。 1981年に、ホールオープスにオーディションを受けて加入するまでに、ウォークは、スタジオとジングルのシーンに参入し、ビル・リーの勧めに従い、ラップの最初のゴールドレコードである、カーティス・ブローのザ・ブレイクスに参加していました。彼は、マニーター、アウト・オブ・タッチ、ワン・オン・ワン、ファミリーマンなどの、ホールオープスのヒット曲で演奏しました。また、1986年から、1992年まで、ホールオープスのバンドメイトである、スミスと共に、サタデーナイト・ライブのハウスバンドを支えました。 ウォークは、マルチ楽器演奏者であり、キャリアの間に、ダリル・ホール、カーリー・サイモン、ジェリフィッシュ、スクイーズ、エルビス・コステロ、ショーン・コルビン、ビリー・ジョエルと共演しました。ホールオークスの休みの間には、カーリー・サイモンや、ビリー・ジョエルとのツアー、さらには多くのスタジオセッションが行われ、エルビス・コステロとの4つのアルバムと、エルビス・コステロと、バート・バカラックとのアルバムも含まれています。1991年、ウォークは、ビリー・ナイルのアルバムプレイシズ・アイ・ハブ・ネバービーンを、 コルンビアレコーズで共同プロデュースしました。また、ウォークは、ライアン・レスリーのセルフタイトルのデビューアルバムにも参加しました。また、ブルースマンのガイ・デイビスのアルバムブッド・ネイキッド・フリーと、チョコレート・トゥ・ザ・ボーンに録音し、コナン・オブラインの、レート・ナイト、ウィズ・コナン・オブラインで、ガイと共演し、ブエティ・オン・ザ・カーズ・トゥ・フォールを演奏しました。ウォークは、1980年代に、雑誌・ギター・フォー・ザ・プラクティシング・ミュージシャンで、コラムを執筆しました。長らく、バーモント州のブラトル・ボロに住んでおり ホールオーツの財布上を考慮に入れつつも、一貫して録音とツアーを行っていました。また、カーリー・サイモンの最新アルバム彼にとっては、5枚目の共演アルバムや、元ニューヨークヤンキースの野球選手で、ギタリストのバーニー・ウィリアムズの最新アルバムにも参加しています。 ウォークは2010年2月28日にニューヨーク州ポーリングで心臓発作により58歳で亡くなりました。彼は妻のカムに生き残られました。ユルリーはウォークの遺産についてティーボーンの死は洗練された情熱的で熱心な音楽制作にとって巨大な損失だ。彼の前向きさ、才能、優れたプロダクション技術は全くユニークであった。僕は彼をイーグルイヤーズと呼んでいた。彼のベースプレイの初めてのレコーディングを聞いた時のことを 決して忘れない。その音色に圧倒された。それは最新の注意と方法論を持ち、鮮明さと温かさが同等に備わっていた。彼はギタリスト、アコーディオニスト、プロデューサーなど様々な素晴らしいプロジェクトを手掛けた。彼の遺産は永遠に続く、と語りました。この曲のベースラインは3つのパターンの反復ものです。 パターン1は Bm ペンタトニックのパターンです。たった4つだけの音で構成されていますが、非常にファンキーです。パターン2は Em、f シャープマイナー、Bm です。 E マイナーペンタトニックですそこからまたパターン1へ戻りこれを永遠にループさせます。